令和3年5月4日広島広域公園第二球技場にて第50回関西高校アメリカンフットボール選手権広島県予選、総督高校ファイティングダックス対広島城北高校ロングホーンの一戦が行われます。試合開始12時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側から、紺色のユニフォームが総督高校ファイティングダックス、奥側ホワイトのユニフォームが広島城北高校ロングホーンです。この試合に勝利しました方が本予選、関西大会本大会の方に進出いたします。広島城北キックオフ、総督高校リターンで試合が始まります。